番組ナビゲーター黒岩裕二神奈川県知事が毎回各業界で活躍するゲストを招き神奈川県の取り組みを深掘りするトーク番組月刊神奈川タイム今回のテーマは脱炭素化の切り札ペロブスカイト太陽電池の普及・推進・ 地球温暖化による気候の変動化石燃料の資源の枯渇など私たちを取り巻く環境は刻々と変化していますそこで国をはじめ各自治体は2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロを目標に脱炭素社会に向けさまざまな取り組みを急ピッチで進めています その切り札として開発されたのが新しい太陽電池ペロブスカイト今回は再生可能エネルギーの救世主として期待されるペロブスカイト太陽電池の実用化への取り組みと未来への展望に迫ります皆さんこんにちは月刊神奈川タイムナビゲーターの神奈川県知事黒岩雄二ですこの番組はゲストをお迎えして一つのテーマじっくりと 掘り下げていく番組ですこの番組におきましては私は知事とキャスターの二刀流でまいります今回はこの神奈川県庁本庁舎からお伝えしてまいりますさて今回のテーマは脱炭素化の切り札ペロブスカイト太陽電池の普及推進ということであります今回はですねもうノーベル賞候補とも言われているすごい前席でいただきましたね東院横浜大学医療工学部特任教授で まさにこのペルブス解と太陽電池開発者研究者である宮坂スさんですよろしくお願いしますあ宮坂ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーよくぞ来ていただきましたね、うん、ありがとうございます <laughs> もう時の人ですからねなんか素晴らしい賞を取られたということでそうですね学術分野のね、<え>あの日本学士院賞というやつを、うん いただきましたあ,あこういう上で撮るのはなかなか珍しいんいですつい昨日です、はい、ああすごいですねおめでとうございます、はい、ありがとうございますさあこのね太陽光発電なんですが私は特に非常に強い思い入れがありました、ねはいね、私が父になったのはちょうどですね、うん、あの東日本大震災の直後だったんですねあの時はつまり福島第一原発というのがあってその直後ということ、えー、その時に 太陽光発電でなんとかこれを救わなきゃいけないとすごく思ったんですねあの時計画停電とかやってましたからねあの時皆さんの気持ちはですねあの東北地方なんとか救わなきゃいけないなそんな気持ちいっぱいだったんだけどじゃ神奈川は大丈夫なのかということで、ねうん、見た時に選挙戦で回ってみた時にもうこれはどうなった頃かだなって言った中でつまりあの福島第一原発があんなことになってたらば これエネルギーの問題っていうのは続くようなって言ってなんとかしなきゃいけないなってこれ救うのは何だったらこれは太陽光発電だなと思ってですね実は選挙戦が始まってすぐに「太陽光発電!」って言ったんですね。皆さんきょとんとしててですねなんか全然響いてないなって感じがしたつまり太陽光発電というものがってなかったんですねかあの人は「ああうちにありますありますあのお湯が出るやつでしょ」って言ってそれじゃ太陽熱の温水器ですそうじゃなくて 光が電気になるんですって言ったらなんで光が電気になるんですかって分からないから太陽光発電借りてきてですねこれをバーンと掲げてこれが皆さんを救うんですよって言ってやったところからすすごいでそこまでされたんですよね始が救うんですよってやってきてそれでですねもうどんどん普及させよう仕組みを作ればねその要するに売電収入によって設置費用を賄えるっていう仕組みさえ作れば言ってみればただでもつけられるという。 ただでつけられるんだったらどんどんつけられるだろうと思ってやったんですけどまあそう簡単にはいかなかなったですけどねやはり太陽電池の世界っていうのはいかに効率を上げるそれからいかに安く作る、うん、それでシリコンに勝ってやっぱりシリコンっていうのは太陽電池のリーダーなんですけども、うん、それに代わる次世代のものを一生懸命やってたんですね。な、ね、なかなか難しいのは やっぱり性能がシリコンに追いつかないということで,うん、うん、で、シリコンもずいぶん安くなったんですね。うん、もうひとひと桁以上安くなりまして、なんとかそこを日本の技術を控えたいと頑張っていたわけです。ね、あのー、私はさい最初の頃はですね、うん、とにかく太陽光発電をどんどんこうもうずっと神奈川県道全体にね普及させることが救うことになると思ったんだけども、まあいろいろと専門家から話聞いてみるとエネルギーっていうのは。 作るばっかりじゃなくて、この例えば省エネっていうのもある。そうですね。省エネ、そしてまあ総エネ、そうね、そうですね。蓄エネっていうね。ーーこの三つが大事だということですね。うん、だから省エネによってまあエネルギーを使わなくしてくること大事だし、えそしてそのエネルギーを作ることがまあ大事だけども、それは蓄エネっていうね、この三つが大事だというところに。 気がついてです、ね、計画を変えたんですね、うん、それが神奈川スマートエネルギー計画ということで原発に過度に依存しない、まあ、環境に配慮するで地産地消を推進するということ、うん、つまり地産地消というのは、まあ、これまでの,そのエネルギー体系というのは要するにその大きな発電所でドカンと電気作ってそれを長い送電線で各家庭も送ってくるということだったんですよね。 集中型電源そうじゃなくて分散型電源つまり生活に近いところでエネルギー作ってそれを使うことが大事だということ、うん、だからこれ分散型電源っていうことだけども言葉変えるとエネルギーの地産地消ということですね自給自足になりますねでこれが大事ですよねこの考え方、えー、もう第三歳ですねこの考え方間違ってないでしょうか間違ってます素晴らしい考えですよね <laughs>、はい そして我々はその2030年度までにですねその分散型電源を45%にしようという目標を挙げて、まあ、やってきたんですねしかしまあなかなか難しいですよそんな中でですね、うん、この太陽光発電というのはもっともっと普及すると思ったけども重いって言われて、はあはあ、ね。 例えば京浜臨海部に工場がだーッとあるじゃないですか。うんうん、あそこに、要するに太陽光発電をぶわーッと敷き詰めれば、相当なもんになるなと思ったんだけど。うんうん、その工場にあれっていうのは、そんな重たいもの乗せるわけにいかない,っていう。外観も大沢見えますものね。ギえ。レギ,ギュラーとして。ええ<う>。<ー>そしたら、薄膜太陽電池出てきたじゃないですか。はい、これだと思ってですね。で、二回目の選挙の時。 今度は薄膜太陽電池を持って選挙戦やったんですよ。おお、それはすごく進化した方向です。そこんなになったんですよ。グニャグニャ曲がるんですよ。えー、これだったらいけるだろうと思ったんだけど、そんなもんいけなかったですね。結局性能がずっと低かったんですね。うん、まあシリコンっていうのは今もう20パーセントか25パーセントっていう。 あのエネルギー変換効率になっててだいたい1平米で光が太陽光がというと1,000ワットなんですけども20というとワット出るんですよ、うん、ところがあのペラペラの白膜太陽電池というのはおそらく 5%6% だったんですよ当時は<ー>、えー。それでも軽くて曲げられて窓にも貼れるってことで企業がそれを商品化したんですけども結局は普及しなかったんですね。えー やっぱり効率が低いってことは設置面積がうんとり効率が半分なれば面積2倍ありますからうん、うん、設置場所がないということでとにかく当時は効率が低かったんですが、うん、まあペロブスカイトはある意味同情破りで突然効率が高くなってきて、うん、こんなものが出てくると皆さん想像してなかったんですけどもでペロブスカイトはあのまずシリコンを全く使わなくてペロブスカイトっていう構造を持ったある結晶を作るんですね。うん、その結晶が 非常に薄くても光をよく吸収してもっと一ミクロン以下の厚さでもってあの半導体として動くと、うん、素晴らしい半導体だったことが研究がする最中に分かったんですね、うん、あのー、結局薄くてよく光を吸収して非常に効率よく入った光を直接電力に変換する能力が高いということが分かってきまして、うん、僕たちも発明したんですけども後になってこんなすごい半導体だったことが後になったと分かったんですね あ、そういうものなんですか。僕は化学が専門で、物理はあまり得意じゃないんですよ。あ、化学、化学の方ですか。そうなんです。全くの化学なんですね。<ー>物理って言いますと、もう計算したり、理論があったり、答体を扱ったりなんですけども。うん、それはまたアプローチが違ってくるんですね。ところが、そのペロブスカとか、なんでこんな性能高いかっていうんで、物理の先生方が。 徹底的にそれをを調べたんですよ中身をうそうしたらこれはすごい反動体だってことが分かったんですね。で僕たちは化学っていうのは分子とか反応を扱いますから、うん、ペロブスカイとはある意味分子の一つで扱ってたんですね、うんえー、う,うんと薄い。うん、で物理の先生方はもうこれを個体として扱ったんですよ。うん、容赦なく 厚くしまして光をガンガン吸収するようになって、普通そんなに厚くすると抵抗値が上がっちゃうんですが、もう立派な半導体だったもんですからシリコンと同じように厚くしても動くと。それと突然性能が上がったんですね。最初からその薄膜太陽電池を作ろうと思ってやってきたんじゃないんですか？いや、薄膜を作ろうと思ってやってきましたが、我々の薄膜は逆に薄すぎたんですね、うん。もう分子の サイズになってししままいましたからね、えー、それじゃ薄くて全然光を吸えないと<ー>、えー、だけども熱いといってもまあ1ミクロン数ミクロンの厚さがあれば十分だってことがあと分かったんですけどねしかも、えー、普通は固体っていうのは何百度ット温度で焼結させたりして作るんですがうん、うん、フェルブスカイとは原料を溶かした液体を印刷で塗って乾かしてできた飛膜がもう あの半導体になるんですねここに今持ってきていただいてますけどねこの部屋の明かりでそうですね大丈夫ですかねそうですねここれでしょうこれがペルブスカイタイオレンチなんですけどもこの通り非常に薄くてこんな薄いんですこんなに軽いこれはあの実はこの厚さはほとんどプラスチックなんですよでペルブスカイタは薄すぎて1ミクロンしかないですからとてもかかて持てないんですね何かに乗せなきゃいけないんですけどもまあ中国ではホテルのところはガラスに乗せてます で我々日本はこれをこう薄いフリルムに乗せてる。はい、どうしてかというと非常に薄くなって軽くなって曲げられるようになりますからね。それで太陽電池というのは普通シリコンなんか太陽の晴れた光の下で非常に高い効率を上げて、雨とか曇った日っていうのは性能が下がるんですけども、これは意外なことにあのかなり弱い光でも発電するんですね。ちょっとやってみてもらいまう。そうですね。こ二つこうついてるのこれ電極端子なんですけどプラスマイナスなんですけども、うん。 これとてもとてもここに小さなこの羽根がついたモーターがありまして太陽光発電ここまで来たかっていう感じですよね。うん、でこれがえっ、ー、とまあ懐中電灯みたいなハンドランプなんですけどもこれつけますとですねおおもう回ってるはいは<ー>、ね、太陽光じゃなくても回るんですねそうなんですよ屋内の光っていうのはだいたい太陽光の500分の1の明るさなんですけどもね<ー>そういうところでも問題なく しかもこういう曲げた形でこれあの薄膜太陽電池値段がなかなか下がらなかったですよねそうなんですよこのテロブスカイトは安いこれは非常に安くて電卓に使う薄膜太陽電池のシリコンというのは実はシリコンウェハーよりも高いんですね、うん、でこれはシリコンウェハの、えーの10分の1以下です値段が、うん、おお。えー、なんでその安いんですかもともと使ってる原料がヨ、うん、素とかシュ素 うん、それから鉛とか鈴を使うんですけども、うん、全部ぜ全部安いんですよ。<ー>で、今これ塗ってあるんですけども、このまあちょうど名刺サイズですけどもね、この上に塗ってあるこの黒い色、これがペロブスカイトなんですが、うん、掲載しますと今載ってるお値段が1円か2円です。<ー>そして1平方メートルで計算しますと大体、だいたい2,300円になりますね。<ー>で、シリコンはもうこの半世紀かって。 もう徹底的に安くなってきたんですけども、も、うん、それでも、おそらく一平米ですと四五千円はするわけですよ。そんなに違うんですか?。でも四五千円もずいぶん安くなったんですね。<ー>昔は多分十万とか下はしたかもしれませんけど。ええー。大昔はですね。その要素っておっしゃいましたよね。あ、はい、要素っていうのはたくさんあるんですか?。要素は貴重な実在資源で。えー、嬉しいことに日本が世界第二の生産国で、うん、世界の三割を日本がと、作るんですね。そう 日本はそれだけ要素が多いんですか。そうなんですよ。千葉県と新潟取りまして、へ<ー>千葉で取ります。へ<ー>それで要素を作っている産業の方に伺いましたら、これも僕も目からウロコに知らなかったんですけども、うん、生産量は日本が第二なんですけども、うん、この地球の中に、えー、そのまあ採掘可能な要素の八割は日本にあるんですね。八、うん、割が日本にある。 これ今までの今までの太陽光発電で結構中国がどん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 のしてきてましたよねほとんど全部そうです、ねえー、それに対してじゃあ十分に対抗できるそうこれはもう国内地元で全部調達できるわけですこれはすごいこれねこのペラペラのこれでね太陽光発電になるというなったらばどこでも太陽光発電って言っていいんですかねどんなどんなことができますかねどこでもっって言ったら例えばまあ持ち歩くカバン 等にもつけれますし、うん、まあ服にも小とにつけれますし、<う>えそれから住宅ですとあのベランダとか、うん、あの屋根がないところ、うん、あのまあカーテンとかね壁そういうところにもつける。そんなところに付けるのに重たいものではだめですけども、<う>軽いですからあのしかも落ちても安全だと思いますね。うん、じゃ窓そのものが太陽光発電、うん、そうですね。これはあの光が透けてないのですけども光が透ける形も作れるんですよ。 ちょ,うどあのねちょうどインクを塗ると考えていただければまあインクを塗ればですねですからあの窓ガラスの場合ですとやっぱデザインが色とかデザインを選びますからデザインを進だなければ駄目でそこがデザインのの交渉になるんですけども色も一応えこういったオレンジにもできますし薄いあのほとんど色がない色にもできますしあるいは濃いえんじ色それから黒にもなります。車車です車 車は結構あれがありますんでね、うん、で軽いですから燃費も上がりませんから持ってこいですよね車全体を張りつつ張っちゃうってそれ可能だと思いますこれもできちゃう、うん、それで車のいいところは使用済みの太陽電池を全部ディーエランスステーションで回収するわけですよ、うん、今の生に蓄電池と同じですね<ー>あれほとんど95%以上は全部回収してるんですけど、えー、同じことが太陽電池もできるわけなので、えー、車は持ってこいです すすごい <laughs> 発電所の車ですよね要するにね、うん、もうさよね、うん、神奈川ですとね日産さんがねさくらっていう車に軽自動車に太陽電池を設置すると何キロ走るかっていう計算してるんですけども、うんうん、前ちょっと声を伺ったら一日太陽光晒すと15キロぐらい走るとなってますので、うん、まあ一般の方が通勤する往復ぐらいは賄えちゃう一日と太陽光で、うん、今ね実は実証実験やってるんですよね。 これすごい見える大桟橋。はいはい、そうです。あそこでやってるんですよ、今ね。そう実は。これを大桟橋があって、はい。まあ、張ってあるんですよね。張、はい、ってあるんですね。ああ、どうですか、実証事件のじょ状況は。ええ、あの、ちゃんと。たまたま実証事件の見学会やった日が。あのー。 雪が降ったんですよね、うん、寒くて雨だったんでしっかりと発電して電圧は上がってました、うんえー、これから7ヶ月もかけて耐久、えー、性を調べていくんですどうして大桟橋を選んだかというと潮風に当たらせて、えーえー、周りに障害物がないですから、えー、ものすごい強い紫外線を全部浴びさせるとそういう過酷過な条件で、えー、あの耐久性を見ようという これまでの太陽光発電ではね、その使ってるときはいいけど、古くなって処理するときってまたいろいろと問題もあって、そうなんですよ。環境に優しいっていう面もありますかね。うんうん、地図小く詳しいですね。お <laughs> 詳しいですね。シリコンは私も最近したんですけども、えー、シリコンのあの廃棄、まあの問題ですね。廃棄物から墓墓場墓場のところで処分が大変だと、うんで。ペルブスカイトは実は非常に簡単でして、ね、例えば、えー、酸性の水を洗うと全部洗い流しちゃうんですよ。うん 実はこの実験を東洋大学で先月から始めてるんですけどもいろ、うん、んな水溶液を使って全部洗れ流す、うん、で塗ってあるものを全部回収します、うん、で要素は <laughs> 日本が豊富だから、まあ、これはあの回収必要ないかなと思いましたら要素を使っているメーカーさんいや要素は貴重な資源で、うん、これで世界中がプレブスカイトを作り始めると日本から輸入することになると。うん、<laughs> 日本で 要素どんどん取っていくと、千葉県の冠水を使います。あの、取り出しますので、地盤沈下のリスクが出てくる、うん。だから、この貴重な要素は極力回収した方がいいと。うん、実は回収できるんですね。できる。できる。これ要素で、全部洗い流したものを加熱すると、要素のガスが出てきまして、ガスで回収するんですね。は<ー>あ。黄色いガスですけども、はあ。もうなんか。文句言うとこ、どこもないですね。そうなんですよ。本当におっしゃる通り、あの、いいとこくしで、うん。 割とほとほんんどないんですよで,ですからこれがあ耐久性がシリコンがまあ普通屋外で20年持たせると言いますけども、うん、それに近い耐久性まで出てくると本当にシリコンを使わなきゃいけない理由がなくなるんですね<ー>安いことと軽いことと曇りでも雨でも発電するということと<ー>あれでもかこれでもかっていうぐらいまさにエネルギー革命ですよね。い、うん、いついつ頃頃ですすかか実,実用ができますか早ければ 海外では今年からもう販売が始まるかもしれません。日本もあの B2B で法人間では今年中から出るかもしれません。うん、もう製品になってるんですよこれ。そうですね。製品でこうちゃんと額に入りましてですね<え>設置した場所に持っていけばなるわけですね。<え>あとは。 あのこれまでは売電なったんですけれども、ええ、内閣がおっしゃる通り分散型で自給自足にするためには蓄電池をセットするわけですよ、ねうん、自分たちでエネルギーを獲得してそれを蓄えて夜も使えるようにする、ねうん、電線に戻さなくてもいいと<ー>それ蓄電池のシステムをしているわけですね今後の課題は何ですか一つは耐久性をさらに上げていくと、うん、今誰も使ってませんからこれ使ったら何年も使うっていう回答がないのですね、うん、一応 あの、いろ、いろんないじめ試験、加速試験をして、15年はオー出てるんですけども、誰も15年使ってますから。だから、あの、耐久性を担保するために、どん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 寿命は、の、伸ばしていく研究が、これから進んで、必要ですね、うん。このエネルギー革命、まさに神奈川からって言っていいんですよね。そうですね。これは神奈川発です。うん、いや、ーすごいですね。えー、いや、もう、ドキドキしますよ。<laughs> いや、このペロブスカイトのパワーっていうのはね。 話聞くだけで本当にすすごいいなと思いますよね世の中のエネルギーの形がもうガラッと変わってどこでも太陽光発電っていう状況になってくるそこに対するもう直前実用化直前の思いちょっと改めて聞かせていただけますか、まあ、ワ,クワクワクしてますし、うん、これまでなかった太陽電池でまあ安いですからね、うん、で必要なことはやはり企業さんが思い切ってこれを量産する、うん、ラインを動かしていただくということで。うん もう研究開発のものも抜け出て,てですね、うん、あの生産技術のところに入ってくるんですね生産、うん、してあの出てくるものをいかにぶどまり高くあの良品率を上げていくかというところに入っていかなきゃいけないんですけれども、うん、もっともっと多くの企業がもちろん神奈川県の企業大企業だけじゃなくて中小企業を含めて、うん、えこれに力を入れてもらいたいと思ってますね。もう時間の問題でどんどんん いろんなものは出てくると思いますので、さっき服にもなるとおっしゃってましたもんね。服が、ね、太陽光発電で、それにやってやれば充電できるとかね。そうですね。アウトドアライフなんかに着ていくようなジャケットですね。<ー>そういうものを作っていくのもあの使っていいと思いますし、夏暑い時に作業服、ファンが回ってますよね。あれも太陽光まあ屋内に光で回せると思います。それこそ子供たちが持ち歩くものにも使って、まあ交通安全の性を高めていく<ー>そういう使い方も出てくると思います。 あえー、まさにまさにエネルギー革命が、まあ、軽いことが一番あの僕のメリットですねいやー楽しみですね、まあ、まずあの庶民にこの面白さを分かってもらうことから普及していこうと、うんうん、それこそ帽子のつばにこうつけてですね、うん、外を歩きながらもイヤホンでも音楽を聴けるような庶民にこの面白さをしてもらいたいとあ<ー>それを普及につなげていこうと思うなるほどねそしたら何かこう新たなファッションにもなりますね、うん、そうですねねデ,デザインを発しながら そしてもう楽しんでかっこいいみたいなこういうのはね日本からこの海外の輸出品にもなりますね、うん、インクジェットの印刷機を使っても作れるんですよ<ー>そうしますといろんなイラストレーションとか名前とかロゴマークっていうのがもう大手ででき,、ねうん、できるわけです僕はもうあの最初で一行したときにね神奈川からエネルギー革命を起こすんだって言ってやっと先生のおかげで <laughs> 実現できそうですねー、えー、ノーベル賞 取るそうな感じ皆さんも悲惨じゃないでしょうかね、うん、ぜひ今後とも頑張っていただきたいと思いますありがとうございましたありがとうございました